国道368号終点三重県滝郡滝町誕生交差点国道368号は三重県伊賀市から奈良県宇田郡三江村を経由して三重県滝郡滝町に至る一般国道である。三重県内陸部における伊賀地域と松阪地域及び南西地域を結ぶ一般国道の路線で国土交通省では同地域間の連絡。 交流路として重要な役割を担う路線に位置づけている。奇襲点はいずれも三重県にあるが 3.5km だけ奈良県を通過するため三重県内完結路線ではない。同様の事例として宮城県の国道346号がある。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過地は次の通り。三重県松阪市南町人柿峠の 入り口三重県における重要な交通路の一つに位置付けられているが、伊賀地域と松阪地域間の人しかき峠には、いわゆる国道の区間が約5トルにわたり存在する。道の駅三杉川側から人しかき峠へ向かった先には、道路福音現象に伴う大型車通行止めの注意喚起看板が設置されている。人しかき峠区間では、 林の中の通る道路の福音は狭く、場所により谷川のガードレールが設置されていないところもある。2034年度には、人しかき峠の国道区間を迂回する人しかき峠バイパスが共用開始する予定となっている。人しかき峠から北方の縄張り川は2車線の回送路が伸びている。交差する場所は交差点名で表記。ありがとうございます。